まあまあ、なんちゅうの、そんな治安の悪い場所ちゃうかな。うん、治安の悪い場所ちゃう。そこにパン屋さんある、パン屋さん。朝日パン。ここのね、パンのね、香りがむちゃくちゃいい。パリス知らん。パリス潰れてる。うん。あ、次だ。あ、ごめん。一般人映ってる、どうする？一般人リスナー。この配信大丈夫？大丈夫？そこそこそこ、あそこまた変わったんね、立ち食いうどんに。ね、与謝野晶子有名、知ってる？与謝野晶子さん知ってますか？与謝野晶子、ちゃうわ、有名よ、すごく有名で、次はね、次ビッグで大物、大物行くよ、大物行きます。大物知ってる？この人知らない、知らない。千利休、ここのさ、スターバックスあるね。どこやったかな、千の利休のスターバックス。酒井会社だろ。ああ、ないか、うん、これ古墳ね、古墳、あの世界遺産の古墳。ここで、俺んちが三国川か。あ、ここちょっと行ったらね、あの世界遺産墓、これ墓、でもほとんど行ったことないこれ、うん、地元やけど、こんなばっかりよ、この鍵穴マークみたいな、うん、そうそう、めちゃくちゃおしゃれや、そこフェニックス通りのスターバックス。こんなもんね、こんなもん、うん、そう、天皇陵ね、でも俺行ったことない、ほとんど興味ないもん。あつしの家知らん、近いんかな。で、あそこにね、あ、もうこっから見えへんかな、うん、あそこに餃子の王将あんねん、俺の常連王将。ちょっとあの小汚い感じのね、小汚い感じの王将。やっぱあの王将の天津飯が一番うまいわ。東京ダメ、うん、東京ダメ、天津飯。王将やわ、大阪のな。関西よ、大阪よ、だし、うん、だしな、舐めないで。だし、うどん食う？
うどん食うわ。あの自分だけ写して食べていいかな。うん、YouTube。ありがとう。よろしく。はい。お酢に食べてない。あ、もちろんもちろん。何する？え、お母さん一人やってるんですけど。今はね。あ、大体今みんな一人ずつ買い放題で入ってる。うん。そうなんや。はい、え、メニューってこの4つ、とりあえず。シンプルやめちゃくちゃ。シンプルか。うん。そうですね。こちらもね。あ、こんな感じ？うん、こんな感じです。へえ。する。タヌキはある？タヌキ、まあ、タヌキってなんですか？タヌキ言ったら、うん、あの狐のそば。せやね。はい、ほら見て、狐のそば。これ関東やったらね。狐はあの、はい、天天かすのうどんが。タヌキです、言うんですよ。はい、私関東だから。あ、ここ関東だった、はい、あ、そうなんや。はい、じゃあ、タヌキもらいますわ。タヌキで、はい、うどん、そば。タヌキはうどんで。うどんで、はい、390円になります。タヌキはきつそばやね。で、きつねそばなんやけど、一応選べんねん。うどんかそばか。きつねそば。すみません。600円で。はい、選べます。うどんでいいですね。はい。そば、そば、そばのきつねですね。そばのきつね。そばのきつねですね。だからそばにきつねもってでしょ。そう。そうすると、ほら、ほら。そばにきついものってね。でもそばかうどんか選べんね。じゃあ俺たぬき注文したけど、うん、麺うどんにしたけど、きつねうどんでうどんでも、ね、はい、結局きつねうどんな、はい、俺売ってんの。そうですね。うん、たぬきではない。たぬきではない、はい、だからたぬき注文したけど、うどんかそばか選べるから俺はうどんって言ったの。わかる、うん、ややこしいよ。ちょっとややこしくない。ややこしくない。ややこしくない。うどんやったら、あの、きつねうどんに。たぬきやったら、そばのきつね。あ、お母さん。これやっぱり。かすうどんするわ。かすうどん。うん、はい。カスうどん、すいません、コロコロ変わって。コロコロ変わるんですよね。メニューこれね。メニュー来てよ。うん、ぶっかけで、たぬきは裏メニューね。たぬきは裏メニューで、ね、うん、ね、ほんまあそこにかけきつね、たぬきってあんねんけど、その横に天ぷらがあるわけ。
これいつオープンしたんですか。今年3月ですね。あ、3月。はい。おうどんは他にうどん屋やる前はあの牛丼パンとか、うん、カステラとか。あ、やってましたね。はいはい。あとドラミンとか。うんうん。あれみんな経営者変わってるんですかね。経営者一緒。はい、あ、そうね、経営者一緒やねんて。へ、めちゃくちゃうまそう。めちゃくちゃうまそう。見て、透き通ってるよこれ。スープが。うん、まだこれ噛んといて真っ暗やもんね。そうですね。うん、ま、味は噛んとくはないんですけど。真っ暗やね。お母さん関東どこですか。東京です。あ、東京。はい。東京から大阪に、はい、僕今東京住んでるんです今。あ、そうですか。うん、あの関西大阪人やけど、うんうんうん、東京どこですか。立川わかります。あ、立川わかります、はい、立川で、うん、で地元はこっちですね。地元はこっちなんですよ。お母さんと逆、うん、これ油かす。あっちかは恥ずかしくないのお前。全然。え、パルパルなんて。ちょっと待ってね。どん食うてる。あ、ほんまや。いきます、はい、めちゃくちゃうまい。涙出る、涙出るわマジで。立ち食い、立ち食い、もしもし、テルエさん、お疲れ様。お疲れさん。あの、テルちゃんね、うん、今日さ、うん、麻雀しようって誘ってくれた。誘った。麻雀しようよ。あ、やる。うんうん、だからやるとしたら今日からなんだけど、いける？いや、今日しようよ。うん、待って。え、今日やって OK？ 今日やったら全然 OK。 じゃあ今日しよう。せやろ。一人で寂しいな。富士山行くの？いつ？でも明日明後日だね。明日明後日行くの富士山？そう。登るの？いやもう登るよね。え、一人で行くの？まあ一人
あ、そうなん。じゃあ、え、東京帰るときにさ、うん、一緒車乗ってたよかったやん、俺と。え、ちなみに天然ちゃんはいつ帰るの？俺、健康保険証届いたら帰ろうと思ったけど、うん、まあ、なんか来えへんのよな。だからパルが富士山登るんやったら一緒に行ってもいいけど、だからタイミングはさ。あ、なんか保険証取りに来たの今回？そう、俺健康保険証。あ、そうなんだ。だ、同窓会で聞いたから。うん、同窓会終わったよ。同窓会嘘でしょ。終わった終わった。会いに行ったんじゃないの？行ってへんよ、ミキちゃんたち。同窓会っていう名ばかりの。それは絶対ない絶対ない。殺されない。大丈夫？大丈夫よ。そうなんだ。え、でもてるちゃん聞いたよ、なんか視聴者準規制まだ解除されないって。多分1週間コースしちゃう。だから富士山今登ってもしゃあないよね、正直。うん、辛いよね。辛い辛い。分かった。じゃあ、うん、たかしね、あの9時ぐらいでもいい？いやいや全然、イベント中やろ。うん、イベント中やんな。そう、イベント中でちょっと配信頑張って。うん、分回しよう分回しよう。うん、うん、分回さないといけないからさ。うん、ちょっとやるよ。で、うん、明日明後日で富士山登るから。うんうん、頑張る。オッケー。高橋ありがとうね。はい、無限の彼方へ。さあ行くぞ。笑って、こらえて、うどん食えんの？買って。ちょっとごめんね、俺うどん中やったからさ、うん、アドリブがちょっと弱かった。めちゃくちゃうまいうどん。このプリプリの油かす。久々やな、油かすとか。めちゃくちゃ久々食うだ。お母さん、うますぎて涙出るわ、マジで。東京帰るやめようかな、俺。東京ってやっぱ、関西は ほんまの出汁じまいな、ほんま。元は。ありがとうございます。うん、
全く欲しないで、いや、ちょうどいいね、この薄さがちょうどいいね、薄さが、めちゃくちゃ熱い、やだよね。ありがとう。はい、OK。すみませんでした。はい。めちゃくちゃうまかった。ありがとうございます。YouTuber の方なんですね。あ、YouTuber ですね。見てもらって、いいねがついたらお金になる。どうでもない。再生回数とかね。まあ、言うたらこれ、あの YouTube の生配信みたいな感じですよ。生配信。あ、そうなんだ。うん。そうなんだ。全然わかる。わかってないから。YouTuber を見るけどね。はいはい。初めて来ました、YouTuber。はい、めちゃくちゃ宣伝します、今俺。王子堂も名前とかも入れてくれるんですか。はい。店名したら変な、ね、やつ来るからね。まあ、そのあんまりね、追っておきはできんけど、あ、こういうところにあるよっていう。いたずらするやつおるからね。かっこいいっす。再生回数は300万再生とかね。え、お母さん何時まで仕事は？ここは10時まで。あ、10時まで。じゃあ、うん、ラストまで。はい、そうです。10時までで、朝は営業時間。朝は11時。11時。朝やってたけど、人がおらないの。ああ、人が足らなくて。はい、なるほど。まあね、朝やりたいみたいな。立ち食いうどんってなんか朝早いイメージあるからね。そうですね、やっぱりね。人がおらんねんて。それで、お昼から営業してんで。ありがとう。あ、すいません。ありがとうございました、本当に。はい、また来ます。毎度お気に。なんつかすかい。こんばんは。ここね、うん、立ち食いうどん店変わんねん、これ、うん、あ、しっこ、あ、しーちゃんや、しーちゃん、うん、めちゃくちゃうまかった、うん、めちゃんこうまかった。やっぱ言ったやろ、俺言ったやろ、タヌキて、キツネのそばて、どんつかすかい、おはよう、ひな、おはよう、タヌキて、キツネのそばって言ったやろ。すぅ、めちゃくちゃ暑いわ。タヌキって注文してさ、きつ、あの、うどんにしますか、そばにしますかって言って、お前、うどんにしますって言ってんが、さっき、うどんにしたらお前、きつねうどんやんな。めちゃくちゃうまかったわ、ほんま。うん、スープ持って帰ったのもだもん、家に。今度行って、きつねそばだよ、それ以外もあっちじゃちゃうらしいねって。これさ、楽ってない？楽ってる？大丈夫？開けへんや、踏切。丸。
向こうやったら、キツネは、タヌキは、うどんに天かすおせはねで。うん。こっちは、タヌキは、キツネのそばやね。ここ、堺市駅ね。うん、堺市駅。キツネのそばやね。うまかった。めちゃくちゃ汗かいたお前。うん、最後前自分の汗がお前うどんのスープ入ってるかもだもん。うん、これだるんだるんやな。あかんな。捨てるわ。うまかった。どこだっけスナックあれ。配信タイガースの今日スナックどこだったあれ。配信タイガースのスナックどこだったっけあれ。ジュジュちゃわ。どこやった。配信タイガース行ったスナックどこやったっけあれ。みんなで。いや、ジュリじゃない。何だっけ。あ、B や、B。B な。スナック B。あれ、今やってんかな。うん、じゃあ、あれ、アツシがドブハマってん。確か。あいつ、ドブにハマったんよ。溝に。あいつ、片足だけ。確か、そうやな。夜あのなんか側溝あるやんか、道路の側溝、こういう際にで溝あるやん、たまにそこにドブハマってん、あいつしかもあの靴もあれやろ、確かリリーさんからもらったやろじゃなかったっけ。そう、リリーさんからなんかプレゼントしてもらった靴で、おニューの靴でドブハマったから、あいつクソ笑ったもん。うん、リリーさんが買ってくれたやつ、エアホースワンか忘れた、なんか。でちょっとね、今からねフローレ帰ってね、ちょっとね皆さんに見せたいもんがある。うん、私奥村隆史、本日をもちましてアクティブギア卒業します。あ、新島三井だ、1ヶ月で。あのエアフォースワンで結構ええにしたんちゃうの。うん、で明日ね15時からリアトツマチするわ。うん、リリーさんとリアトツマチ来れる人来てね。15時からね、15時から何時間しようかな、お昼の3時ぐらいからやる。場所は梅田のこの前のとこ。来れる人いける？推定人数多分300人ぐらいかな。300人ぐらい推定人数だから、もう早もん勝ちよ明日。ステッカーでいかないね、早こな。売り切れるよ。売り切れちゃう。ちぇ、うまかったな、うどんマジで。15時からリアドスマチ。で、場所が大阪梅田の大阪駅の、大阪駅の裏な。うん。ちぇ。大阪駅の裏。
阪駅の裏でやるから、うん、これちょっと来てね、15時から。もうないよ、一生。うん、一生ないんでね、とつまちは。来たい人ね。暑いわ。ちんぷくさせて。うん。この配信はね、うどん配信ね。で次は、何だっけ。アクティブギア卒業配信。うん。あ、そっちじゃない、そっちじゃない。ヘップンとかじゃなくて、グランフロントとかわかります？グランフロントとか。あ、この。あ、この裏かな。うん。そうだ、君に見せたいものがあるんだ。おはよう。いつ帰る？分からへん。ちょ、もうこれ卒業するわ。これ今日からデビューする。うん。そう、梅北広場。梅北広場。ちょ、今日からね、うん、同じ赤黒でも違うやついく。今日からね、皆さん、なんと私、靴がパワーアップします。なんと、今日から、こちらになります。ドン！アクティブギアからね、ナイキのこのサンダルね、これ履きます。これ山田からもらったやつな、うん、しかもエア付きね、エア付きこれ、ちょ値段特定すんのやめて、値段特定すんのやめて、リスナーさんと、ね、値段特定すんのやめてや、あかんで、特定したら金額かかんとて。ええやね、うん、まあまあ高いよ。3万。これちょ、履く。ちょ、これ操作して一回。でもこれサンダルな、なんかどうな、履き心地ええんかな。まだ一回も履いてへん。うん、これ絶対あれやんか。このエナメル剥げれちゃうの。これエナメルだったんやけど。19,800円これ。うん。あ、俺ちょ、今初めて知ったわ。ええー、皆さん、なんとね、今回このサンダル、エアの量がね、ここだけではございません。なんと、ここにもあるよ、エア。ここにもエア。ここにもエア。ここもエア。でここもエアね。むちゃくちゃエアの量多いで。うん。むちゃくちゃ、エアの量多いな。俺さ、前の靴な、ないって言ったけど、ここエアあるでしょ。ここ穴開いてさ、俺。野球しとったら、まあ、プスプスいたわ。歩くたび、プス、プス、プス。言うよね。あの、空気の抜けた、バリバリ出さへんかもで。そう、砂利入って。うん、砂入って、うん、で靴がカラ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 すんね、カラ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 、砂入るからね、ここにやって、うん、プスプス、嫌だったんじゃね、うん、
ここな、もうちょいな、改善してほしいよね、ナイキさんは。ここ。パンクせえへんように。パンクしろ、いいかもだもん。ここの絵はね、どうにかなりませんからで、パンクするんです、それで。ねえ。でここを強化しなかったな、ここ。ここをちょっと分厚くするとかさ。これ多分ペラペラ重いな。ここ。行こう、行こう。サンダル配信。履き心地ね。やっと卒業できるわ。あ、音がちゃうわ、やっぱ。音が。これ。こうね、ちょっと軽いでしょ、ちょっと。でこれもサンダルあんねんけど、これはでこのサンダルな、ナイキなんですよ、これセージが買って、なんかあかんかったら、小さかったらしいよ。でも俺もらってんけどさ、これあかん。何でかって言ったら、穴開いてんねん、ここに穴が。で雨の日これ最悪、全部水入る。雨の日ダメ、全部水入る、ここから。浸水するから、これはちょっとね、NG なんで、一番軽い。軽量化を求めるんやったら、一番軽量なんこれ。一番軽量なんこれ。アクティブギアは、結構ね、もう、いってますよ。結構入ってるやろ、これ。見て。もう目ないよ。これパチンコ屋行ったら滑るやつね。絶対に。転倒するやつ。パチンコ屋さん行ったら。わかる?パチンカスわかるよね。パチンコ屋回転車からダッシュで行ったら絶対に滑るやつ。これは。特に雨の日ね、雨の日。もうこれ危険なんでね。これやめます。で、今日、これが、今回のね、新作、ランクアップしました、ついに。ランクアップ。で、重さは、OK、わかった?重みあるよ。こちら。重量級ね、重量級。いきます。行こう。危なっ。はい、や危なっ。行っちゃうかった。内股ちゃうんけど、モデル歩きで、ね、こうこうでこう、わかる、モデル歩き、こう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 、あ、いい感じや、いい感じ、いい感じ。ちょっとでも重たいっちゃ重たいな。重たいっちゃ重たい。重たいっちゃ重たいな、これ。で、エアが機能してるかって言ったら、これエア機能しません。エアチェックね。足元見とって、足元。エアのチェックして。
ここ。ここが、ぐって下がるか見とって。オッケー。ここのエア、あるでしょ？エア。ここ。エアチェックで。そう、空気圧チェック。いきます。どう？機能してる？してる？わからん。いや、機能してんだな、ほんまに。こうやつおるわ。深夜のドンキの前でおるやんな、絶対に。絶対におるやつ。深夜のドンキ前に。こんなやつおるでしょ。うん。ガルノアレス。大体エアって書いてる、エアって。最初硬いんや、やっぱこういうサウナ鳴らしいかなか、やっぱ、うん、当たり前やん、チェックチェック、うん、あ、外配信するもんちゃう、やっぱ外配信するもんちゃう、熱々今の時代はね、家でばっかり配信するのが一番やわ、うん、ねえ、熱々、ダメだね、病気やの病気、クーラーの効いた部屋でね、うん、クーラーの効いた部屋でちょっとね、あんま座んのもあれやから夏はポストチェックはしないですね、うん、てことでね、まもんかな、うん、何これ900人おんの、俺視聴者規制やで今、視聴者規制、よっぽど見るもんないの、おわっち、今日おわっちですか、おわっち、いや嬉しいよね、視聴者規制されとって何もしへんのにさ、うどん食いに行っただけでさ、こんな見てくれんやからさ、うん、あー誰もしないんや、俺だけ、皆さんあります、俺まだね、鉄板級のネタ1個あるからね、うん、鉄板級のネタは、うん、ファン多いんやね、やっぱ好きなんやな俺のこと、うん、高校野球どうだった、あれ今日、あれもう報徳と聖光負けたやんな、あれ高校野球知ってる？強豪校が速攻負けてんやけど、うん、俺の中での結構候補やってんけどね、報徳学園とか聖光学院とかね、速攻負けとったな、1回戦で、うん、ビビったわ、僕ちょ野球好きやからね、結構見るん野球を、うん、どうなったかなので、PL は昔やな、うん、初出場は、明日も高校野球あるんで、ね、今、はい、阪神タイガースね、リーグ3位です、うん、リーグ3位、阪神タイガース知ってる？ 1 位広島、2位巨人、3位阪神で、今日東京ドームで阪神巨人やってるんでね、今勝ってるから、どっち阪神巨人、どっち東京ドーム負けてる、マジで何対何、1位広島や、広島強いね、うん、
あ、1-0って全然可能性ある。全然ピッチャー頑張ってね、打てへんね阪神な、全くヘコヘコバッターがバッターばっかりで打てへんね、うん。先発誰なん巨人、先発ピッチャーむちゃくちゃ一試合してるやん、うん、山崎。阪神は、あ、西、あ、西のエースよ、エースよ西。あれちょっと打ったらなあかんわな阪神、うん、打ったらなあかんわ。エース一生懸命頑張って投げてんのにな、1点で抑えてんのに、うん、打てへんもん阪神は。森下、大山とかな、カッコだけは1個前まで、いかにも打ちますよみたいなのがね、カッコすんねんけど打てへんねん全然。バンツカ使えーモノさん、打てへん1個も。調子悪い、打線繋がっていいけどな、繋がったら。なんで打ったんだろう、ダメやわ、うん。中川家のレイジも好きな阪神、うん、全く弾丸な阪神を。でもう外国人ごらんでしょ今、ほとんど日本人のねバッターばっかりがさ、パワーがない、パワーが全然いかんせダメ、もう、うん、下手したら今年阪神優勝無理かもしれんで、うん、阪神優勝無理かもせんへん。その原因は何でかって言ったら打たんからね、打たへんから。あ、近本くんぐらいかな打つの、うん、阪神の話すんなにわかい、あのにわかちゃうで、俺がガチ勢ね阪神なめないで。甲子園何回も行ってます僕。大花火どんつかすかい、何回も行ってます甲子園。あ、ラーさんでいらっしゃい、おはようございます。何回も行ってます、ダメないで。ねえ、近く、あのさ、むちゃくちゃマイナーな選手か知らんでしょ、うん、阪神の知ってる超マイナーな選手、森下とか、うん、川戸とか OB ね、OB、よっ、パラマスさん、うん、まあね、俺たちは野球の話でもええねんで、ふわっちの話しろよ、ふわっちの話で。事件、これ見て、壊れてんかな、エアコン。これほとんど使ってないけど、あ、これやわ、バグってる、やっぱおかしいよこれ。これやわ、原因。これ正常で。いかんねんな、これ、完全に。いかんでる、なんでやろこれ。危機
きは考えないけど、聞きは考えないけど、でもこれ今動いてあるからさ、触らんほうがいいよな。いがんでって言えんの？あー、完全にいがんでるわ。あ、これやわ、ここやわ。ここバッキリせな。これ業者やろうかな、どうしよう。代金読んだ方がいい？これいつ終わるの？これはギーギーだ。うん、ガチャ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 って。取説はあるんちゃう、いや、熱くはないね。これ自動で掃除するやつやけど、自動で。どんつかつかい、ラーさん。どうする？あ、あかんわこれ。あ、これや、原因これやわ。これやわ。原因解明した。これやわ。で、正常に作動するな、こっちら。うん。これが正常。で、この中にホコリが溜まるシステムだけど、ドンツカスカイ、ラーさん、むっちゃ投げてくれるこの人。ここはいけんねん、なんでやろう。これ裏表反対？ガス。外し方分からへんねん。どうやって外すのこれ。上下手前につける、こう。どういうこと。レール、そして胸、電源つけば出るの。つけば出よう。こうちゃん助けて、こうちゃん。いてて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 てこっち助けて、こっち助けて。巻き込まれた、事件事件。抜けへん指。いや、爪白いやろ、見てみよこれ。いてて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 、救急車救急車、事件事件、助けて。助けて。でも助けてほしいけど、裏、あこれフワッチの、あの裏やからさ、誰も気づいてくれへん。どんつくすごい、ここ投げ裏、フワッチが気づいてくれへん。視聴者規制入ってるからタイトル書いても無駄。誰も消えへん。
あ、どうつか、あ、お前が、お前が、アラブの席トップはどうつかすかい。確認したいけど、指が、確認したい、誰？確認できません。指が、助けて。視聴者規制で、誰も気づいてくれません、配信者さんたちが。裏番組なんでね、どうつかすかい。ハートのバブル、抜けるよ。うん、確認するわ、さすがに。あ、ラーさんにドンつく。はい、ラーさんドンつく。グレイト来たよ、さっき、グレイト。うん。あ、ひなん、ありがとう、ひなん。お前が、アラブの石油をトップワン。ドンつかすかい、グレイツ。はい、アイテム抜きだよ。アイテムでグレート来たら抜けろ。そら どうする。いった。え、血出てる。やばくないこれ。へこんでんやんけ、指。病院行くか。病院行きます。痛いんで。血出てへん。大丈夫。手、これどうやって外すの。マージャンできへんで、積もられへんで、これこんな指で。お前あ、ここか。ん、どういうことこれ。ちょっと待って、本気行こう。本気で。さすがにこんなふざけとったらさ、これちょっと ほんまに何もできへんやつなんで、ほんまに何もできへんやつなんで思われるんでね。ほんね、本気出したこれね。本気出したらこの中にそんな溜まってなくね、ほこりて。全然綺麗やんな。これ一回掃除したもん俺、確か。これ何があかんの。なんであんな脱線するの。これ脱線するの、レールが悪いんかな。このレールは。天井低いよ、手を。あのさ、天井低いんじゃねえ。あのね、見てよこれ。さ、天井低いわ。そら、うん。さ、天井低いわな。ここは天井。リスナーさんがね、たまにボケるわけよ。うん、リスナーさんが天井低いねて、うん、それなに、もしかしてあんたえらい貧乏な家住んでんなっていう、あ、言いたいわけ。天井低いイコールえらい貧乏なお家住んでますねって言いたいわけ。60個なんつく。いや、直人は違うか分からへん、原因が。だって、あの、あつ、だどんなかも別に何もないもん。悪いのレールやんな、完全に。うん。レールが悪いもん。取説あるけど、見ても分からへん、どうせ。うん。見て分かる。
多分レールがいかんねんちゃう俺、うん、そのレールがこう普通は同時に行くんやけど、うん、多分こう行ってんちゃう、だからいかんねんくって、それしかないよ、うん、俺9時からなん今日、うん、今はせん だからあれ自動で掃除してくれはんねんけど、そのフィルターあるいはフィルターをあのここのビューってやつで勝手吸っていくねん、グーって吸引かけて、だからあのダクトの中に勝手に溜まっていくって、フィルターな、フィルター、うん、だからいちいちそのフィルターを掃除せんでもいいですよってやつ、うん、ちなみにあれは協定で80万かかった時に買ったやつ、暇ちゃう、忙しいねこっち、うん、忙しいね、ええやつやつ奮発しちゃおう、うん、でももう言うてももう3、4年なんだあれ、3、4年、保証ついてんかな、3、4年は。普段は使わないから暑さで、いやそんなことないと思う、うん、言うてもな月に 4、5 回しか機能せんかな家は、うん、4、5 回しか、そんな見るもんないん今日、見ていい、ダイキン、これやリスナーさん作ってくれたこれ、うん、これツイッターあげようかな、うん、ツイッター明日やで、うん、明日なんかさちょっとこれ俺とリリーさんができてるみたいな感じやんこれなあ、このハートいらんやろ、消してて、リリーさん。いや、それ俺。ねえ。できるわけないの、お前。できるわけないの、お前。来てね、みんな。ステッカーとかね、一応あるんね。ステッカーとか。ステッカーと、なんかあるかなと。絶対ない、絶対ない、裏でリリースの 100% ないわ、一番ないわお前、うん、一番ないわ、ステッカーあるよ、うん、ステッカーもちゃんとね、あのラッピングしてあれしてる、まあ、今っちゅうかも全部、うん、多分あ明日ね300人ぐらい来る、300人以上来るからね、早いもん勝ちよ、早いもん勝ち、早くこんなもうすぐ売り切れちゃうんでね、うん、いやもうリリーさんの枠でいいけどな、もう視聴者入ってるもん、視聴者、300人ぐらい来るんで予定ね、うん、多分もう3時から多分行列できてると思う、あの梅北広場、明日で大阪駅の前、ああお前がお前が、あ、突破どっちかすこーいなあ、それじゃあもう大阪駅前の大阪駅のところの梅北広場で行列できてるから明日、うん、その行列ができてたら俺も俺は戻って OK、うちは戻って、そう、噴水ところ、噴水のところ、そこでやるんでね、そこむちゃくちゃいいよ、うん、むちゃくちゃいい、映えるしな、
6時半やってる、あ、6時半でも分からん、まあ、なんせ感想、一感想分ぐらいは進んじゃうか。うん、あの、どうやるな、まあまあ、ええ塩梅までな。その時のリスナーさんがな、来れる来られへんの時間でとかあるやん。むちゃくちゃええわ、涼しいしな、うん、すんごいわ、めっちゃ広場。梅北のさ、あの緑のクマさん、わかる？緑のクマさん、これ目印やな。うん、で、あの他県からね、来はる人は大阪の梅北広場で検索してから すぐ出てくるね。他府県からも来るんでね、東京、北海道とかね、北海道、九州も来るね、沖縄も来るんでね、大阪梅北広場で、で海外のね、リスナーさんも来るんでね、海外も、うん、ハワイからね、海外からも来るんで、大阪の梅北広場検索。この緑のクマちゃん見えてくるよ。うん。緑のクマちゃん。で、ここの横にテラスなんかあるんで。うん。泳いで。あ、韓国は船ね。うん。韓国から船で来はる人もおるしね。もう全国で全国、うん。あ、パリからね。うん。フランス、パリとかね、ロンドンとかね、イギリスとか、デンマークとかいっぱい来はるんで、うん、あ、ドバイからね、ほら、やばいぞ、明日は、行列、うん、すごいよ、だから、梅北広場での水着、梅北広場でのリリーさんの水着配信は、ありますよ、うん、ありますよ。ダルンダルンのね、うん、ダルンダルンの腹と、ダルンダルンやお前、ダルンダルン、むちゃくちゃダルンダルンやで、ね、お前、あの漫才師の太平克実で例えたら、克実さゆりで例えたら、ぽよよーんってみたいな感じ、ぽよよーんみたいな、ぽよよーんっておったでしょ、勝見さよりのあれですよね、わがままボディで、うん、わがままボディ知ってる、勝見さよりと知らんでしょ、うん、勝見さより弟、あの旦那がむちゃくちゃ借金すね、で奥さんまで できる奥さんよ、うん、超あの奥さん金持ちの子やんな、金持ちの人やんな、確かボンボンの声な。でもピアノめちゃくちゃうまいね、ピアノがめちゃくちゃうまい、スタイルスタイル、あ、勝見さゆりさんのさゆりさんで50なんすよね、うん、見えへんで、で旦那が、ま、マジポンコツ、うん、ポンコツ旦那はもういろんな事業とかやって失敗しまくってんねん、うん、でそれで借金してたろうって長くて、うん、54歳なんや、勝見さよりな、あーやってたな、ピアノ対決とかなんかの番組で、なんだあれ借金終わったんかな、全部、うん、借金、いろんな店出してるよ、もう失敗しすぎて分かれへん、あ、音大、そうそう音大、問題ね、
え、克実の方で金持ちの実家、うん、この中でね、ボンボンの子いける？ボンボンの子、ちょっとええとこの子ね、ええとこの子いてます？手塚山とかさ、上野島とかさ、あとどこ？芦屋とかさ、あ、ボンボンね、ええとこの子、みんなええとこ、ちょっとあのさ、あの、家の周りがさ、坂道多いとか、うん。じゃあ、ちょっと、あの、ボンボンの子は、ちょっとあの、銀たぬきか金たぬきか、プラチナしか無理よ。うん。ボンボンは、ノーマルな子おらんから、ボンボンは。やめてやめて。全部そう。ああ、495番さんね。うん。野良たぬきでおらんから、そんな。ああ、銀、銀だ、ボンボンの子ね。あ、金だ、あ、ボンボンの子ね。わかるよ、金だ。プラチナはおる、プラチナ。ボンボンの子。ボンボンリスナー。ええとこの子ね。うん。野良おらん、おらんけね。貧乏育ち。うん。ボンボン育ち。あ、昔、うん、ボンボンの子多いね、ボンボンの子マジで、うん、パパ社長、何の社長、あ、パパパパ、これ女の子やな、多分167番さん、うん、パパ社長、おたくは、うん、フラッチ始めてどうか、借金もいらない、借金いらないんで、借金はもう、いい、ちょっともうお金持ちの人の絡みたい、俺は、うん、パパ医者、これ100 279番はもうあからさま絶対男、うん、さっきのパパって聞いてから訴えろ、10日で来んねんで、うん、10日でフラッチをやるんやて、親は金持ちです、遺産持ち、父校長、父校長、あ、女性279番さん、男やもんだ俺、ボンボンの本人ね、やっぱええとこ、え、もちろん住んでる地域はあれ、うん、あれなんで固まるんやんな、住んでる地域って、なんかあるんかな、ね、ネームバリューってあるんかな、例えばさ、芦屋とかさ、うん、芦屋とか、どこ、天塚山とかさ、上野島とかあるやんか、いっぱい、六六層とかさ、ネームか、やっぱ、うん、吉祥寺ってさ、ええー、とこな、俺東京が分からへんねん、吉祥寺はそれボンボンのこの集まりなん、吉祥寺っていうのは確かに、あの吉祥寺品は良さそう、あのいい感じするけどな、うん、中野もボンボンな、中野新宿近い、吉祥寺分かれん、でも結構吉祥寺なんかこう行かはる人多いやん、うん、なんかセレブなイメージがあるの俺、めちゃくちゃ吉祥寺で、大阪で言ったらなんちゅう、どこやろ、手塚山みたいな、うん、ああ入ってんの、住みたい街ランキングに、なんて読むそれ、うん、あ、見たかも、聞くな、見たかも、先側の玉川のそばのタワーマンに住んでます、お金持ちか、じゃあ三鷹も聞くよね、ええー、とこで吉祥寺三鷹とか、うん、ガモー四丁目、お前あの焼肉屋な、焼肉屋ガモー四丁目、あの誰だっけ、タムケンの、あれまだやってるん、
タンポケンの焼肉屋で。持ち家に敷地に道路があります。すんごいお金持ちじゃん。むちゃくちゃ広いでしょ。むちゃくちゃ。なんかな、俺聞いたけど、東京住むなら中央線沿いがいいって聞いたな。うん、やっぱりむちゃくちゃ便利で、実際どうなのか知らんで。うん、え、あ、エンディーとか言ってた。うん、だから三鷹とか吉祥寺とかっていうのが結構多いらしい。しかも23区離れてるから、うん、そう、新宿に出れるしなって聞いた。分からんけどな。あっちの方が分からへん。そのあっち千葉よりかも全然分からん俺。うん、千葉よりっていうか、あの中村の家の近所とかさ、あと誰、ロビンソンさんの家の近所とか、店の近所とかな、あの辺待ってこうかな。うん、北綾瀬、もうあの辺が分からへんわ全然。西川は結構覚えたけどな。うん、向こうが全然分からへん。恵比寿ってどこって言われても分からへんもん今。恵比寿が江東区ってどこって言われても分からへん。分かれるわな、やっぱ西東京と東東京と。うん、俺恵比寿どこにあるか知らんもん。代官山とか台東区ってどこみたいな。立川しか知らん俺。中央線より南ってどこなん。うん、もっと言ったら文京区ってどこ。文京区文京区ってどこなんて。帰省分かれへん。いつまで1週間ぐらいちゃうか。俺目黒ってさ、あの行ったやんか目黒配信で、哲さんちの近所、あそこええとこなんや。うん、目黒ってあそこに近いよな。確かに近いもんな、新宿とか目黒は。あ、東京ドームの方なんや。もうあそこら辺分からへんわ。皇居あれやんか、皇居、東京の皇居。皇居から向こうがもう全く、うん、八王子な、八王子、うん、八王子白な、白。吉祥寺なんかええとこって思ったけどな、あんまあかんねや、そこ吉祥寺で。渋谷って怖いんやろ。うん、渋谷も大概怖いんやろ。いつ帰るかな。八王子で、八王子な、八王子。今日はね、みんなね、あれっすよ、